これを見るとやっぱ形が見えるんですよ。だから相手も結構面倒くさいと思いますよ、日本のこと。彼のコンディション次第では日本 その勝敗は分けんじゃないかなと。まあここは絶対先発フリーでいるんだから、取ったら全部勝負してくださいって感じ。なかなか浜田選手がね輝けない、ここに来て停滞しているような感じ。彼は非常に日本向けじゃない、外国向けなんで。岩本、水沼どうした、水沼隆じゃないぞ。いやもう最高のメンバーですよ。もう皆さんこんにちは、フリーアナウンサーの新堀穂です。今回はサッカー元日本代表、そして現在はサッカー解説者として活躍されている岩本照夫さんをお招きしまして、カタールワールドカップに向けて日本代表メンバーを独自選出していただきます。岩本さん、よろしくお願いします。いや今回選んでみていかがでしたか？いや、いい選手いっぱいいるんで、はい、結構大変でしたね。悩みましたね。この企画の話をいただいて、はい、1週間はガチで悩みましたね。1週間悩んでくださったんですか？いや本当に悩みましたね。どうしようかな、今でも少し悩んでるところはあるんですけど、はい、今回のワールドカップが毎年ね、4年に1回か、7月じゃないですか大体、6月とか、はい、でも今回11月なので、それも考えて新しいシーズンみんなどこのチームに行くのかなとか、でこんくらいになったら調子が良くなるのかなと、そういうことも考えながら、先行しましたけど。今回ワールドカップの登録メンバーなんですが、通常23人なんですが、カタール大会は26人まで拡大するということが6月23日に正式決定しました、はい。ですので今回は岩本さんにも26人選出していただいています。はい、ということで今回岩本さんに選出していただいた26名、こちらになります。はい、こちらです。こちらです。いいメンバーです。まずゴールキーパーが権田選手、シュミット・ダニエル選手、谷選手、続いてディフェンダーが右から酒井選手、長友選手、山根選手、センターバックが吉田選手、板倉選手、富安選手、左サイドバックが伊藤選手、中山選手、続いてミッドフィルダー、右から田中選手、久保選手、遠藤選手、荒野選手、そして森田選手、鎌田選手、最後にフォワード、右から伊藤選手、堂安選手、水沼選手、センターフォワードが鈴木選手、上田選手、大迫選手、浅野選手、左のウィングが三笘選手、南野選手。以上26人です。おめでとうございます。皆さん拍手。はい、ということで、今回この選んでいただいたメンバーなんですが、どんなコンセプトで選出していただいたんでしょうか？海外組がね、多いんですけど、期待している若手と、中堅とちょっとベテラン、うまくミックスさせたような感じで僕はちょっと組ませてもらったんですけど。対戦相手の、スペイン、ドイツ、コスタリカは意識されました？もちろん。例えばドイツだったら、はい、もうバイエルミュンヘン、チェルシーの選手がほとんどなんですよ。はい、世界トップリーグじゃないですか、そこでやっぱバイエルンだとドイツの選手が多いんで、日本でもねこの中盤の選手でドイツやってる選手も多いっていうのも含めながら、あとやっぱドイツは高さがあるんで、スペインはその足元とかすごいパスサッカーうまいんですけど、高さっていうよりもパスで崩してくる。でもドイツはそのパスプラス縦にも速いし高さもすごいあるんで、そういうのも含めて後ろはちょっと決めたりとか、で前線はやはりキープができて一発裏に速い選手、そこまであんまりチャンスはないと思うので、その少ないチャンスをどう生かすかっていうのを考えながらやりましたけどね。あとこのメンバーだと、今日本代表って 4-3-3 が大体多いじゃないですか。そうですね、4-3-3、はい、だけどこれだと3バックもできるし、5-4-1、5-2-3でもいいですけど、あとは4-2-3-1でもみんないろんなポジションできるように組み合わせできたんで、それで選びましたね。試合中に変えていくかもしれないんで、もともと森保監督はサンフレッチェで3回優勝してる時も5バックでやってるんで、それもなんかあるのかなっていう、分かんないですよそれは僕がですからね、やるんだったらそれもありかなっていう考えですけど。なんか森保さんとも親交があるということで、僕も20歳ぐらいの時からなんで、すごいお世話になってたんで、頑張っていただきたいです最近の試合見てどうですか？何か
まあいろいろねマスコミに厳しいこと言われてますけどもう少し皆さん温かい目でワールドカップはフィエスタですからお祭りですからねお祭り楽しくいきましょうお祭り、はい、楽しくいきましょう。ではポジション別に見ていきたいと思います、うんうんうん、まずゴールキーパーが権田選手、シュミット・ダニエル選手、谷選手ということですが、うんうん、権田選手に関しては今もうレギュラーですし、まあ、安定感があるということで、ブラジル戦も 1-0 で敗れたんですけど好セーブをたくさんしていましたし海外経験もあるのでまずはここは選ばせてもらったのと、はい、あと高さ的にシュミット190以上ありますし、うん、僕ベガルタ時代から見てるんですけど非常にまた海外行って、うん、今安定もしてるんで自信もつけてきてるので、はい、あとはここ本当はね、川島選手が今入ってますけど、うん、まあ、川島選手もすごい良かったんですけどやっぱり今後の日本を考えた時に、うん、若手もやっぱ入れた方がいいのかなっていう昨年オリンピックではすごい活躍しまして今年はいまいち調子は上がらないんですけど、はい、今後これからあと 3,4 ヶ月ある中で活躍していただいてああやっぱ単にいいじゃんっていうような期待を込めて入れさせてもらいました。ベルマーレ出身ということで僕はなるほどそれを期待も込めてですね、はい、湘南から出ていただきたいなと思いまして、はい、では続いてディフェンダーの選手に移りたいと思います、うん、右のサイドバックが酒井選手、長友選手、山根選手ということですが、うん、まずこちらからやっぱり、ね、ここはね結構悩んだんですよね。山根選手じゃなくてここ山根選手はもうねフロンターレも抜群に安定感あって、うん、悩むことなく入ったんですけどでもレギュラーではない僕はレギュラーではない、やはりその海外経験がまだないので、うん、やっぱワールドカップ本当にドイツ特にスペインは本当スーパーなんで、まあ、できると思うんですけど、はい、まあサブ的にここに入っていただいて、うん、やっぱあとはこここの2人ですよね、長友選手、酒井選手、うん、長友選手はねやっぱいろんな彼もいろいろ言われてるんですけど年齢の問題とかもあって左よりも今年 FC 東京で右やってて開幕戦も途中から出てきて右やった時に、うん、あ右結構いいじゃんって僕の中で開幕戦見てたんですよ、うん、はい、やはり長友選手に関しては、右も左もあるしバランスはもう両方できるんでとても計算できる、計算できるだけど、うん、逆にドイツとかスペインの相手だとどんどんいけないと思うんですよ。オーバーラップはどんどんいけない、ブラジル戦と同じようにやっぱ引かされるシーンが多いと思うのね、はい、ということは彼1対1強いじゃないですか。やっぱここ左サイド右サイドこれえぐられたらもう一瞬で終わりなんで、うん、ブラジル戦ビニシウスも 100% ではなかったとしてもやられてなかったですよね、はい、まあ、必ずも一番危ないところ一番危ないところで1対1でえぐられること一度もなかったんでやっぱここはやっぱ安定感があるんで押し込まれる相手には俺長友でいいと思うんだよね、うん、1対1に強い選手、そう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 、うん、森保監督は昔からも1対1サイドに強いやつは置きたいんですよ。うーん、もうサイドでここで頑張ってもここで1対1になった時に一つ抜かれてドーンとやられたらもうそこ終わりなんで、そうそう評価は上がらないんですよ、はい、まあ、僕もそれと同じ考えで、うん、やっぱ再度ね行かれちゃったらもう終わりなんで、そう考えたら、うん、彼はコンディション次第ではもちろん先発あるのかなっていう、うん、でこれをしのぐのは酒井選手で、彼のやっぱコンディション次第でやっぱ彼はもう守備もいけるけどもっと前にも中にもいけるんで、はい、うん、第一候補はここなんですけど、うん、コンディション次第ですね。海外の経験もあるし、はい、もう戦ってる対戦してる相手がねフランス時代からネイマールとか、うん、世界のスーパーの選手戦ってるんでやっぱここはもう硬いかなっていう、うん、1番2番から3番っていう感じで僕は選んでますけど、では続いてこのセンターバックの方に移ります。吉田選手、板倉選手、冨安選手ということですが、うん、まあ、ここはもうどう出てもいいんです。板倉は この間もそうですけどこう出てもいいですし、ここはまあ海外経験もあるプラスやっぱ安定してますよね。安定、もう百戦錬磨じゃないですけど、もう特にここの2人はもう慣れてるんで、うん、外国人慣れしてるアースなんですし、イタリアでもやってますし、何も心配してないですね。板倉選手も彼も18歳から僕見てますけど、はい、ここもできるしここもできる、あと彼がセンターバックやるとボランチももともとやってたんでビルドアップ能力が非常に高い、後ろからスーッと持って運べるし、ここからロングボールも蹴れるし高さもあるでしょ、はい、そうすると彼が入ることによってビルドアップの時にボール回す時に
スッと一個運べると前のここの選手がすごい生きるんですよ。そういう意味では彼が出た方が前はうまく機能するのかなって、うまくこの血液が流れるっていうか、はい、循環する。そう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 ですね。まあ富谷選手も怪我が多いんですけど、今はちょっと怪我次第で彼はここもできるし外もできるし、はい、まあ僕は真ん中がいいと思いますけどね。吉田麻也とこれでいいと思いますけど、逆にこれももう3バックでもいいし。おお、3バック。うん、3バックこうなんのかな、こうなってもいいし、もしくはこういう3バックもありなんで、はいはいはい、これはいろいろといろんなパターンができるんで、うん、それでここは選びましたけど、はい。では左サイドバック、伊藤選手、中山選手、うん、まあ、今回6月シリーズで初招集だった伊藤選手も入っていますが、もともと彼はセンターの選手なんですけど、うん、まあ、今ドイツ渡って非常に成長著しい、うん、さらに森保監督が左サイドバックを使ってる、うん、まあ、全てここまで上がらなくてもこの辺から非常にキックがうまいので、アーリークロスとか、はい、それも活かせるんじゃないかっていうのと、やはり一番はドイツ高さもあるんで、うん、4年前のベルギー戦も現地で見てたんですよ、はい、前3列目から、うん、おーって言ってど真ん中で、それも前半からやっぱここの長友選手がここやってたんですけど、もうこっから斜めにどんどん入れてヘディング、斜め入れてヘディング、まあ、日本先制したんですけど、はい、これ時間の問題でやられるなっていう弱点はしっかりついてきてたんで、高さ的な問題もあって、後半やられたじゃないですか、うん、そう考えた時にやっぱサイドバックにこの高さがあった方が僕はある程度守れるんじゃないか、うん、いい試合をしながら 1-1 とか、もしかしたら日本が 1-0 と勝ってる状況でやっぱ入れてくるんです絶対に、どこのチームも。その時に高さがないと1点やられてしまうんじゃないかなっていうことを思って、うん、はい、後ろはあえて高い人を結構選びましたね僕は。でさらに中山選手に関しては、はい、この人はすごいバランスがいいんで、うん、後ろのビルドアップが非常にうまいんで、ポイント作ってここから前、うん、クロスもそうですけど前に当てるとこ、ここ手前じゃなくてここからふわっとこの空いてるここに入れられたりとか、やっぱカボ組織柏レイソルなんでもう鍛えられてるんで非常にうまいですよ、うん、余裕があって、うん、まあそういう意味でバランスが非常にいいのかなっていう。どうしてもどんどん行けっていう先行じゃないですよ、うん、やっぱスペインとドイツに関しては押し込まれる時間が多いと思うので、はい、しっかり守れて高さがあってっていうので、ここ後ろ全体的に選びましたけど、ブラジルに関してはこの間もみんななんかこのペナントもね、足元足元で高さじゃないじゃないですか、うん、でもドイツは多分そうはいかないですね。今回も ANC のカップ見てますけど、ずっとやっぱ高さもあるし足元もうまいし、まあ、両方お金備えないと、はい、ベルギーの二の舞なんじゃないかなっていうのはなんか見えてるんで、うん、僕はこういうふうに選びましたけど。では続いて中盤の選手に行きたいと思います。はい、まあ基本はこうなるのかなっていう 4-3-3 で行くんだったらこの3人と、あとはやっぱここまあもともとはボランチじゃないですか、うん、ボランチやっぱドイツスペインに関しては押し込まれる時間帯、中盤スペインだったら今バルセロナの選手若いのガビでしたっけ、ガビとペドリがいるんでここ多分マンツになると思うんですけど、もうそういう意味では球際に強い選手を持っていかないと、相手のシャドウとか強い中でこの2人守備的になると思うんで、やっぱこう、はい、少し守備的にこうやって守らないといけないから、うん、ここはもう鉄板なのかなってちょっと思いますけど、ね、うん、でも6月シリーズだと鎌田選手試されてましたよね。そうなんですよ、僕も大好きなんですけど、はい、フランクフルトでものすごいね、バルサ戦もそうですけど決勝もそうだけど、はい、いい活躍したじゃないですか。やっぱあれは 3-4-3 の 3-4-2-1 のシャドウだったんですよ。すごいしっかり守って取って左サイド、まあ、真ん中からガッと一気に攻めるんですけど、ちょっと日本のやり方違う、うん、そうするとなかなか鎌田選手がね輝けない、うん、ね、この間の EL の試合と全然違うんじゃないっていうチュニジア戦もそうなんですけど、うん、いまいちいけないんですよね。そう考えたらちょっと最初のレギュラーはないのかなっていう、うん、あとは遠藤選手、はい、ブラジル戦チュニジア戦、はい、見たと思うんですけど、はい、どこもここぶっ潰しに来ますよね。消されてました。あんだけボール取られるのかって、このアジア予選でそんなこと見たことないですよね。やっぱ世界ってやっぱここ研究してきて、チュニジア戦もこう後半も一気にかっつりいくじゃないですか、うん、
そう考えた時にその前はこう原口選手がやってたんですけど、はい、やっぱここどう見ても潰しに来ると思うんですよ。やっぱここ気の利く、ここの2人を入れた方がボールはうまく回りながら、ここ入ってくる、ここ入ってくる、ここ入ってきて、ここにボールを循環して運んだ方がいいのかなっていう意味で、僕はちょっとこのメンバー、まあ回す時は基本こうなんですけど、まあ、こうなったりとか、こうなったりすると思うんで、まあ、システム的には4-3-3だけど、まあ4-2-3-1っぽくなるのかなっていう、ならざるを得ない状況になると思うんですよ。まあそれで新野も、新野コンサドーレの新野と思ってると思うんですよ皆さん。彼は非常にもう戦えるし、日本向けじゃない外国向けなんで、外国向けなんですね、もうかなり気持ちもある選手。あとは、サッカー自体あのペドロビッチミシャのサッカーやってるんでずっと、はい、森保監督もそういうサッカーだったじゃないですか、だから多分合うんじゃないかなっていう。彼はもう本当にボールの引き出し方、ボランチで相手のボランチに対してもフラフラしながら、相手センターフォワードのこの裏にいながらとか、ポジショニングめちゃめちゃうまいんですよ。で取ってから前入れるのはとてもうまいんで、前の人も多分浮きやすいと思うんですよ。でここでスイッチパコーンと入るんで、その瞬間3人4人が連動していくと可能性ある。あと人に強いんで、彼も球際強いんで、ここはちょっと面白いのかなっていう。で久保選手、もう21歳だった。僕はものすごい期待してる、期待しているし、すごい選手だと思うんですよ、ボールさばき、相手を抜く技術、フリーキック全てにおいて、だけどここに来て停滞しているような感じする。どういったところ？いや、パフォーマンスが最初の頃によりもちょっと落ちてるのかなっていう、今までここでいろいろ仕事バイタルのところでできたところがなかなか仕事ができない、だ本来はマジョルカでは右をやってますけど、でもここだとやっぱ伊東純也がいるから、ここは多分無理だと思うんですよ。実際問題右サイドはもうここもこれを多分抜ける選手はいないと思う今はね。そしたらやっぱ勝負はここだと思うし、でも360度あるんで、いくらでもさ、堂安と組んだ時はものすごいいいんですけど、2人でこのコンビネーションでいけるんですけど、それでもなかなかね、彼も多分そう思ってると思いますけど、50% ぐらいの力しか出てないのかなっていう、今回選びましたけど、この4ヶ月後、今回も移籍するかもしれない、どこの親身か分かんないですけど、それによっては活躍次第では僕はもしかしたらアウトするかもしれないんで、ギリギリまでちょっとここは分かんないですね。すごい期待はしてるけど、ちょっと頑張っていただきたい。もう21、今度4シーズン目ですか、スペインリーグで。そしたら目に見える活躍が欲しい。まあね、守備はちょっとね 100% とは言わないけど、アタックに関してはもう他に違いを、本当に違いを見せていただかないと使いづらくなるのかなっていうところあります。でも期待してます。では続いてフォワードの選手に移りたいと思います。右ウィングから伊藤選手、水沼選手、堂安選手と。岩本、水沼どうした、水沼たかしじゃないぞ、水沼コータだぞとか言って水沼さん見てたら怒られるから変なこと言う。横浜 F マリノスの、そう、水沼選手が入っていますが、これもサプライズ選出ということですよね。アランとここはサプライズ選出、僕の中では。伊藤純也からいきましょうか。はい、では伊藤選手から。まあ伊藤純也は押し込まれる中で早いでしょ、早いですね、スピードが、だけどブラジル戦抑えられたよね、止められてましたね。チュニジア戦もなかなかうまくいかなかったじゃないですか、でもその中でもやっぱり日本の攻撃やっぱ彼にかかってるとかあると思うんですよ、前半は何回かチュニジア戦もクロス上げていいのあったし、鎌田が外したシーンもありましたけど、やっぱり1試合で何本かはいいボールは絶対来るんですよ、で守備も頑張るし、そこではやっぱエースとは言わないけど、まあそれに近いものが日本の攻撃の中では彼があるなっていう。現にその彼がいたおかげでアジアも取れたし、上、ワールドカップの切符取れたんで、まあ、ここは絶対的な信頼はありますよね。前のその6月シリーズの試合の時のように結構対策されてくると思うんですけど、対策されるんですけど、ドイツとかスペインは攻めてくるんで、逆にこっちはチャンス、取った瞬間でスコーン、だから下がる位置がどこまで下がるか、ここまで下げさせられたらいけないけど、それをチームとしてどこまで下げるかって決めとけば、そしたらそう考えてやっぱダブルブランチでこうにしといた方が彼はもっと攻撃的にいけるのかなっていう。ワンだったら、1枚だったらもうここまで下げないといけないとかあるんですけど、ダブルにして
ここまで下げさせない、もう 中間ポジション下げて取ったらもうここ行ってもクロス上げてくださいよ、その仕事だけそれだけでいいですよ、それやらせればいいんですよ、うん、まあ、そうすると彼は多分生きると思うし日本はチャンスができると思うんですよ。では堂安選手、堂安選手いきます。堂安選手はやっぱりぐーっとここでポイント、まず作れたり、うん、この角ペナ角行くと必ずいいボールが入ったりとかしますけど、はい、やっぱどうしても左利きなんでカットインカットインカットインで、うん、まあ、ミドルもあるんですけど、まあここは彼がここに入るんだったら 4-2-3-1 で久保君もしくは南野がこう入ってここで近い選手とうまく連動していったらいいのかなっていう。で彼が入るんだったらもうここで持つんだったらもうどん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 オーバーラップして相手下げさせてちょっとでも 0.0 何秒でもいいから時間作らせてあげるといいボール入ってくるんで、それはここコンビネーションで組んでいった方がいいと思うね。うん、そしたら彼は生きると思う。逆にこれが伊藤純也だったらそこまで酒井選手上がらないで、もう上がっちゃうと相手も下がってくるから 2-2 なんで目の際で、あまり来させないで1対1勝負させてアーリーグロスとかっていうのはありかなっていう。そこで水沼コータ、はい、彼はね今までスーパーサブだったんですけど今シーズンは試合出てもう必ずアシストゴール、特にアシストに関しては途中から出ても必ずいいボール上がるんですよ。キックが非常にうまい種類があるんで、はい、でまた伊藤選手とちょっと違うのはドリブルしていくとディフェンスで縦切るぞ、こうクロス上げないシーンで、はい、一緒にこう並行して上げさせないよっていう、ここ行ってもここ上げさせないよって行くんですけど、彼の場合は平行して走ってもこのちょっと角度ができただけでこっからすごいいいボールが入るんで一番キックうまいんで、そしたらもうここでちょんと合わせるだけでゴールの可能性あるんじゃないかなっていう、そういう意味で苦戦してます。それだけでいいです、試合仕事それだけでいいです、あといらないです、キックの精度、もうキックの精度、ここからもうクロスも綺麗に上げてください、はい、でも抜き切って上げてもいいしできるし、ここから相手に切られててもここからいいボールでっていう一番可能性があるんで、そこまでチャンスなワールドカップはないんですけど期待を込めてます、うん、そういう意味で選手しました。皆さん頑張ってください、はい、では続いてセンターフォワードの大迫選手、上田選手、鈴木選手、浅野選手ということですが、まあみんなタイプは違うんですけど、やはり時間を作ることを考えると押し込まれる中で絶対に前向きではなかなかいけないと思うんですよ、はい、必ず相手をしょわないといけないので、今までの分だとやっぱ大迫がやっぱりコンディション上げてくれれば、彼すごいショーの上手いのでここにやっぱ期待したいですよね、うん、4年前もすごい日本良かったのは彼がものすごいキープできたんですよ。そして乾が入ってきて原口入ってきてそこに柴崎が入ってきたりとかした中で、彼のコンディション次第では日本のその勝敗は分けんじゃないかなと。で浅野に関してはやっぱ裏に飛び出す、で中盤を受けながら裏に飛び出す、だからスペースがないとなかなか厳しいだけど、はい、うん、さっきも言ったけどやっぱ攻められるシーンが多いので、はい、取ってから出てくっていう分では一番早いので、これはもう可能性は十分あります。で上田選手に関してはまだ得点はそこまで、うん、鹿島ではすごいけど、そうですよね、でも両足蹴れる、ヘディングも強い、動き出しも動き直しも何回もできるし、はい、一つゴールが決まったら結構来ると思うんですよ、うん、海外の大きい選手に揉まれてもっとキープのところを上手くなってくれば先発上田綺世あるのかなっていう、すごい期待されてますからね、はい、そしてなんといっても鈴木優真、はい、鈴木選手もサプライズ選出ということですが、やっぱり気持ちあるし、彼といるんだったら上田綺世のところ2トップでもいいし、うん、いろんなシステムができるんで、まず気持ち強い、戦える、うんうん、ゴールも取れるんで、はい、まあ、多分万能だと思うんですよ、彼だから必要かなっていう。では左ウィングの方に三笘選手と南野選手ということですが、まあ世論的にというかいろんな意味で、考えたらやっぱ先発は三笘なのかなと。南野選手もすごいスペシャルな選手だと思うんだけど、やはり今のサッカーってなかなか真ん中で崩せない、うん、特に日本は今回の強豪国とやるときはやっぱ俺サイドが鍵にいい、こことやっぱここだと思うんですよ、うん、基本彼が5回勝負したら3回はクロス上がってきますよね、どの相手でも。やっぱりここはやっぱ外せないのかなっていう。あのドリブルはなかなか取れないですからね、ネイマールのいいときにちょっと似てる感覚も、はい、もう横並んだ瞬間もう絶対置いていかれちゃうんで、まあ、ここはもう絶対先発、先発この間も
どっかの試合の後に三笘選手がいや僕が持った時にもうちょっと周りがオーバーラップとかしてスペース空けてほしいとかこういうふうに組んでほしいって言ったけどそんなのはいらない、まあ、あなたはいつもこの辺でフリーでいるんだから取ったら全部勝負してくださいって感じ、うん、もうプレミア行くんでしょそんくらいやってくださいよって、うん、セレソンなんだからってそう言いたいですねだからもう好きなようにやっていいからどんどん言ってください守備はもうそこそこでいいんでもう全部ここで勝負してくださいでも南野選手はどうですか南野選手は外に張ってるプレイヤーじゃないので内側に入ってワントップに近いというかツートップ気味で中に入ってきてやった方がいいかもしれないですね、うん、まあ彼のポテンシャルはすごいし、まあ、リバプールでなかなか試合出れなかったから彼の 100% の力はまだ見れてないけど、うん、今回移籍フランスしましたけどこれ試合で出して 100% のコンディション戻ってきたら、うん、逆に彼のワントップのフリーゼロトップみたいな感じもあるかもしれないですよね、うんうん、彼次第では 4-2 ダブルボランチのワントップのこの1個して 4-2-3-1 これもありかもしれないんで、うん、これはいいかもしれないですねもうとにかく三笘は張らしといてここを近くで行くってダブルボランチでこういう、うん、そう考えたらやっぱり楽しみしかないですよねこれいい選手いっぱいいるんで、うんうん、だからいろんな選択肢がありそうです、ね、はいまあ、ということで、まあ、今回は日本代表メンバー選出していただきましたがいかがでしたか、うん、いやもう最高のメンバーですよもう形が見えるんで4年前も形はあったんですよ、はい、ウイングにちゃんとイニューが一番いい時のイニューがいてここは必ず外せる勝負できるで右は頑張って、うん、大阪をキープの香川が入ってくるで柴崎と長谷部がバランス取って柴崎前行ってすごいものすごいいいバランスだったんで形が見えたんだけどこれを見るとやっぱ形が見えるんですよあこうなったらこういうふうに守れるな、うん、中盤作れるなあサイドからここいけるなっていうだから相手も結構面倒くさいと思いますよ日本のことまあでも一つ言えるのはヨーロッパのチームは今までのワールドカップと違って、うん、今までは6月7月シーズンがチャンピオンズリーグリーグが終わってのワールドカップですごい疲れてる状態だったんですけど今回11月なんでめちゃめちゃコンディションいい状態で来るから、うん、今まで以上に俺は強いと思うヨーロッパのチームはギラギラでギラギラで来ると思います一番体動く時期なんで始まってシーズン3ヶ月っていうの、まあ、そういう意味ではちょっと面白いんじゃないですか、うんうんはい、さあ最後にカタールワールドカップで日本代表に期待することをお願いします、うん、まあ4年に一度の大きな大会なんですけど、はい、まあ見てる僕たちにわーっと感動を与えるような、プレーを見せていただきたいのとでもその苦しいグループなんですけどぜひ決勝トーナメントに行っていただきたいなと思います皆さんぜひ頑張ってください応援してます、はい、ありがとうございました視聴者の皆さんもコメントぜひお待ちしておりますではまたお会いしましょうチャオチャオセッティー